はい、風呂上がりの放送でございます。ちょっとね、どうしても食べたくなっちゃって、お風呂の前にセブンイレブンに行ってきました。むちゃくちゃ久しぶりにセブンイレブンっていうかコンビニに行きました。これですよ、大好きなのは。もうね、ずっと変わらない味、もう形は変わってもこの美味しさは変わらない、つぶつぶコーンスティックでございます。これが私大好きなんですよ。これをね、2つ3つ食べてる時もあるんですよね。なんかイースト菌がどうとか、パンはガンになるとか、いろいろ言われますけども、どうやったって人間の寿命は限られてます。ですんで、ほどほどに我慢したら、ほどほどにその我慢を解放してあげるね。下手っぴだな、カイジ君は。我慢の仕方が本当に下手だよ。我慢はゴムみたいなもんでね、必ず無理が来るみたいなことね、班長が言ってましたけども、うん、まあ今いくらこれ、138.24 円だそうですね。結構しますね。食パンがだから今68円とか78円で買えるでしょ。これ2つ2斤買えちゃいますね、うん、まあいいや、いただきます。これね、大好きなんですよ、うん、なんかね、これからとてつもない物価高が来ますから、このパンが200円未満で買えるうちに食べていきましょう。いただきます。たっぷりのコーンとマヨネーズが、これね、お寿司でもあるでしょ、こういうの、コーンマヨネーズ、あれも値段同じぐらいですよね。そう考えたら、こっちの方が得なような気がする。なんかお寿司でね、100円で2貫だと思いますけども、コーンマヨネーズロール食べたらちょっと損した気分が私するんですけどね。なことないですか、うん、おいしい。まだこういうコンビニパンが美味しいってことは、まだまだ胃袋は上手みたいですね。うん、ありがとう。